Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale, io come sempre sono il vostro Anemis e bentornati qui con una nuova puntata di Dragon Ball Z Kakarot. Nella scorsa puntata abbiamo quasi iniziato la saga di Majin Buu, Gohan è diventato finalmente grande e ha ottenuto il suo vestito da supereroe, è diventato The Great Saiyaman. Adesso vedremo come andrà avanti la storia, probabilmente forse inizierà il torneo Tenkaichi dove rivedremo anche Goku che tornerà per un solo giorno nell'aldilà. E da lì in poi le cose si faranno molto interessanti. Non perdiamo tempo e vediamo cosa succede andando avanti con la storia. Ok ragazzi, allora siamo pronti. Vediamo un po' di andare da Bulma, visto che dovevamo chiedergli un consiglio. Visto che purtroppo, insomma, Videl non si fa gli affari suoi e abbiamo bisogno un po' dell'aiuto suo. Ah, 僕ですよ。 ごはんです。え?ごはんさん、なんですか?どうしてまたそんな格好を?いろいろありまして、とりあえず正義の味方だと思ってください。まあ、正義の味方さんですか。ところで、ランチさんはここで何を?ああ、そうでした。今困っていることがあって、それで、ブルマさんに相談しようと思ってここへ来たんですが、 ちょうど出かけているみたいで戻ってくるのを待とうかどうしようかと。そうなんですね。だったら僕が相談に乗りましょうか。それは助かります。ええ、構いませんよ。僕もさ、この正義の味方グレートサイヤマンが何でも解決してみせますよ。ちょっとがベラメンタリディコロプロコストコストーメ。まあ、頼もしい。 ちょうど正義の味方さんに頼みたいことがあったんです。え?実は私、修行の旅に出られた天津飯さんから畑のお世話を頼まれてたんですが、その畑から化け物が出てきて畑の近くの村を襲い始めちゃったんです。そりゃ大変だ。僕はその化け物を倒せばいいんですね。 あ、ボーダイ、ファッチェル、allora、quello che dobbiamo fare。はい。お願いします。村の場。わかりました。すぐに向かいます。ランチさん。そうですね。それじゃ、行ってきます。Andiamo. アイヤ。天津飯さん、ランチさんに畑を頼んで 修行の旅に出たって言ってたけど。 Andiamo sulla mappa del mondo e andiamo dove si trovano questi famosi campi. そういえばランチさんってくしゃみでちょっと怖い人に変身しちゃうんだっけ。置いてきちゃったけど大丈夫かな。 Non lo so se hai fatto bene, però intanto noi facciamo gli affari ci facciamo gli affari nostri e vediamo un po' chi avremo di fronte, chi dovremo affrontare. Eccoci qua. Pokémon ga mata kita zo! Tasukete! Pokémon me! Doko da? Oddio. Yatsu wa tashika tsuchi ni ueta tane kara dete kuru Pokémon da. Yoku mo mura o osotte kureta na. 化け物ども。悪は絶対許せない。アセタモスデルカボロ。正義の味方グレートサイヤマン参上。おっ、signore。forza。 Vediamo di occuparci di questi mostriciattoli. Dai. 2. Dai. Non sono niente la fine. Potrei anche trasformarmi. Ce la faccio anche senza. Mi ha preso. Ok, e uno è andato.
Preso! Prima che colpisci di me, io colpi dopo. Dai, dai, almeno Super Saiyan mi da sport. Dovrebbe essere abbastanza semplice. Ok. Ok, anche l'altro è andato. Aspetta, questo adesso farà qualcosa. Niente. Non mi stai facendo nulla. Non mi stai facendo nulla. Ok. Uno, e due, e tre. Ciao. これで全部倒したな。ありがとうございます。なんと俺を言っていいか。当然のことをしたまでですよ。バケモンはどこだ。な、アリバレイ。ランチさん、バケモンなら僕が全部やっつけちゃいましたけど。何？遅かったか。俺も奴らをぶちのめしてやろうと思ったのによ。ormai そんな危ないですよ。昔ヤムチャさんだってあいつにやられたことがあったんですから。へっしゅアポンと。しょうがね。とりあえず迷惑かけちまったみてえだな。僕は大丈夫ですけど、襲われた村には被害が出てると思います。ええ、あの化け物が村の食料庫や店を壊してしまって。そういえばあの化け物を倒したとき野菜を手に入れたんですが。そいつは天津飯の畑で採れた野菜だな。ちょっと待っててくれ。アクション。エコロ。あら、ここはどこかしら。ねえ、アボチャオ。ランチさん。まあ、おいしそうなお野菜ですわね。よろしかったらそのお野菜で皆さんにお食事を作らせていただきたいんですけど、いかがでしょうか。そりゃ助かるよ。私たちは壊された建物を直さなきゃいけないしね。Io non ho mai visto una persona che soffrisse di una malattia del genere。それでは天津飯さんの畑からもっとお野菜を取ってきますね。ええ、もちろんです。あと僕はご飯ではなくグレートサイヤマンです。あら、そうでしたわね。いやあんたの料理とってもうまかったよ。野菜もとても新鮮だったしね。お店に出してもいいくらいですよ、ランチさん。本当に美味しいです。そこまで喜んでいただけるなんて。天津飯さんの美味しいお野菜で作ったお料理をみんなに食べてもらうお店。はい、いいと思います。もう一人の私と相談してみようかしら。え、questo mi sa che sarebbe difficile convincere pure l'altra te ad aprire un ristorante, non è il tipo。 それはまた今度で。僕そろそろ行きますね。いろいろとありがとうございました。Ok, adesso penso che dobbiamo tornare appunto alle capsule corporation. Parla del torneo mondiale a Bulma. Ok, Bulma-san, いるかな。いらっしゃい。ママに用事。そうなんだ。ブルマさんいるかな。うん、いるよ。はい。へえ、出場するんだ。今度の天下一武道会。じゃ。なんで？実はクラスメートにミスターサタンの娘さんがいまして。ミスターサタン？ミスターサタンってセルと戦った時ちょろちょろと邪魔してたやつでしょ？格闘技世界チャンピオンの。
その娘がクラスメートなんだ。ええ、じゃあ。でも結構いい子なんですよ。僕と一緒で悪いやつは放っておけないタイプで。でもその子に僕の変身がバレちゃったんです。で、一緒に天下一武道会に出場しないと正体をバラすって言われて。ドジね。そういうとこしっかりしてるようでもお父さんの血を受け継いでんのね。で、何？声も変えられるようにヘルメットを改造してほしいわけ？いえ、そうじゃ。天下一武道会ではヘルメットとかプロテクターなどの装備は。だからこのヘルメットの代わりになるものが。ふんふん、うん、要するにダメージをうんと減らしちゃうようなものをつけてちゃダメってことね。どうってことないじゃない。ご飯くんだってバレなきゃいいんでしょ。お、ボンダーナエオキアリファチル。なるほど、こんな簡単なことでよかったんだ。どう、トランクス君、かっこいいだろう。ノーコメント。ノーコメント。でもさ、どんなに手を抜いてもぶっちぎりで優勝するのが分かってちゃつまんないわよね。そいつはどうかな。そのなんとかって大会、貴様が出るなら俺も出る。え、この子は。え、あの時は大きな力の差があった。だが今はどうかな。貴様が平和に浮かれている間も俺はトレーニングを続けていた。あ、そう、全然働かないのよこの人。Infatti non hai lavorato neanche un giorno。あんたのお父さんと一緒。サイヤ人って働かないのかしら。すごいや、お父さんとご飯さんが戦うの。俺も出るぞ。Eccolo Goku。お父さん、お父さんの声だ。お父さん、そうでしょ。カカロット。じゃ、そうだ、久しぶりだな、みんな。今はあの世から海王様通して話してんだけど。お元気でしたか、お父さん。あ、まあ元気といや元気だったな。abbastanza bene direi。 si morto。 死んでっけど。本当に、本当に天下一武道会に来られるんですか。おう、占いママに頼んでたった一日だけ戻れる日はその日にする。ご飯もベジータも出るんだろ。オラも出るさ。やったー。誰、バタイ。楽しみにしているぞ。ti aspetterò con gioia。 è la prima volta che sento dire Vegeta una roba del genere。 覚悟しておけ、俺は随分腕を上げた。オラもだ、ベジータ。じゃあみんな、天下一武道会で会おうぜ。よかったわね、ご飯くん。早くお母さんやゴテンくんやクリリンくんたちに伝えてあげなきゃ。はい。いいぞ、面白くなってきた。そうだ、ベジータさんも正体がバレないようにこういうコスチュームを着なければ。着るか、俺は別にバレても構わん。じゃあ僕、みんなに教えてきます。Ok, andiamo verso la Kame House. Mazu a Krillin san no tokoro da na. Pronti per avvisare tutti. Goku mo? Honto ka yo? Goku to wa mata hisashiburi ja no.天下一武道会か。お、俺も出ようかな。Da quanto tempo è che non ti alleni, Krillin? でも、悟空やご飯やベジータが出るんじゃ、絶対優勝できないしな。出場するべきですよ。5位まで賞金がもらえるらしいですよ。どれぐらいの賞金が出るんだ？優勝が1000万ゼニーで、2位が500万。3位300万、4位200万、5位で100万ゼニーかな。
出場しろクリリン、私も出る。Quando si parla di soldi, Android 18 è la prima della lista. そうだな。パパとママ何か出るの？そうだよマロン、頑張ってたくさんお金をもらってくるからね。はい、パパママ頑張ってね。よし、パパ頑張っちゃおうかな。おい、ピッコロには教えんなよ。俺が5位までに入る可能性が少なくなるから。うん。いや、そういうわけにはいきませんよ。non sarebbe giusto nei confronti di Piccolo in effetti。ところでお前、なんでそんなおかしなダサい格好してんだ？何言ってんですか、かっこいいのに。クリリンさんもセンスが鈍りましたね。じゃあ、じゃあな。クリリンさんには止められたけど、ピッコロさんにも教えないと。神様の神殿へ急ごう。Andiamo anche al santuario di Dio. Cosa mo dete credere かな？天ではどうだ？ Penso proprio di sì. Osh, zitta già. Guardate Dende come è cresciuto. So qua.それは確かに面白そうだな。でしょ。よし、出てみるか。デンデはどうする？いや、出ませんよ。僕は戦闘タイプのナメック星人じゃありませんから。ところでご飯、そのおかしな格好は一体なんだ？やだな、ピッコロさんまで。これ、かっこいいと思いませんか？わからん。Lo chiede la persona sbagliata。それじゃ僕、そろそろ帰りますね。ああ。それでは、また。お父さんが一日だけでも帰ってきたら、お母さん喜ぶだろうな。お父さんは初めてお父さんを見ることになるのか。Va bene, andiamo a casa e diamo la bella notizia anche a Goten e a Kiki.僕の出場を許してくれるかな。どうせ出るなら優勝したいしな。そのためには学校休んでみっちり修行しないと。Questo potrebbe essere un problema。Eccola là。悟空さんが天下一武道会のために、okay. あの世から帰ってくるって。そったらビッグニュース。なしてもっと早く言わねえんだよ。よかったな、ゴテン。弟と一日だけ会えるってよ。ん？まいっただな。俺だけ年食っちまってよ。あの世じゃ年食わねえんだろ？あの、お母さん、僕も出ちゃダメかな？優勝すると、1000万ゼニーもらえるんだけど、2位でも500万。1000万？出場しろごはんちゃん。おめえと悟空里で賞金1500万ゼニーももらえるんだべ。あ、vedi quando si tratta di soldi sono tutti contenti。いや、まだ勝てると決まったわけじゃ。いや、必ずどっちかが優勝はするだよ。いや、天の恵みだべ。夫の財産も残り少なくなってどうしようと思ってたところだよ。ごてん、明日からの修行、兄ちゃんを手伝ってくれるか？うん。Bene。Il giorno dopo。待たせたな、ゴテン。まずは首手から始めようか。Un misto tra la divisa di Goku e quella di Piccolo。うん。とりあえずスーパーサイヤ人になっていくかな。よっ。Yeah。よし来い。兄ちゃんだけずるい。僕もなっていい？え？スーパーサイヤ人にか？そいつは御殿にはまだちょっと無理かな。Questo lo pensi tu？ん？御殿、お前
それ、いつ頃から？忘れちゃった。信じられない。でも修行の相手としては最高だな。よし、始めるか。Cominciamo. Yeah. Ok. Dove sei? Non mi prendi. Oddio, aspetta, perché qua non c'è da scherzare, eh? Andiamo piano. Non diamogli tregua. Non l'ho preso. Mi domando, sono forse di primo livello o di secondo? Aspetta, questo non mi molla. Hai capito il piccolo gote? Occhio, ok. Non l'ho preso. Ok. Vediamo un po', cerchiamo di pararci così. Certo che schivare mi occupa abbastanza energia, eh. Come cazzo ho fatto? Occhio, con lui non si scherza, eh. すごい格闘技の才能があるぞ。兄ちゃんびっくりした。Riesco a trasformarmi in Super Saiyan 2. Aiuto. Mi hai preso. O così va meglio. Oh, adesso sì che ci siamo. Dai. Ok, e vai. Porca miseria. Zenko. Dove che ti distruggo. La differenza tra Super Saiyan normale e Super Saiyan di secondo livello è che sono anche il rumore delle botte che dai, che sono completamente diverse. Non mi preso. Preso. Adesso vuol dire che fai. Preso. Ah, cavolo, però. Sei un osso duro, eh. Dai. No, non mi hai preso. Ok, non ho ancora bisogno dell'energia, di qualche medicina o del senso, che sono molto felice perché pensavo di essere più in difficoltà, eh? Ok, scarichiamoci adesso. Ci siamo. Preso. Oh, aspetta, calma. Non affrettiamo i tempi. Dai che è quasi morto. Senza offesa per Goten. Ok. Oh cavolo. Aspetta. No.
Hola. Goten がスーパーサイヤ人になれたのは嬉しい誤算だった。わかる。そういえば、もしかしてトランクス君もスーパーサイヤ人になれるのか？うん、そうだよ。兄ちゃん苦労したんだけどな。Tu hai fatto tanta fatica, loro ci hanno messo niente. ま、いいか。今日はここまでにして帰ろう。本当にデートに誘いに来たわけじゃねえべか。オーディオ、ケバレスタティパ。違うって言ってるでしょ。あ、やあ、よくここが分かったね。名簿を見れば簡単よ。それより空を飛ぶの教えてくれる約束でしょ。あ、ああ、もちろん教えるよ。ふーん。おめえ、お礼だとか言ってごはんちゃんにエッチなことすんじゃねえだぞ。ま、けぼれ、キーキー。そんなことするわけないでしょ。いいだ。ふっ。静かに修行したかったのに。やった浮いた。ちょっと浮いてるよ。すごいじゃないか。たった一日で受けるようになったなんて。ブラビッシマ。そうかしら。さっき弟さんは自由自在に飛び回ってたけど、ゴテンはもともと木のコントロールがバッチリできてたんだ。そこまでできればあとはどうってことないさ。また明日も来るわ。え？木のことをもっと知りたいわ。それとも、いや、そんなことはないけど。じゃあ、明日ね。あ、そういえば。何を？ピーテルさんの髪の毛だけど、もっと短くした方がいいと。え？Mi sa che hai sbagliato a dire le parole. Short hair の方が、ごはんくんの好み？いや、好みとかじゃなくて、試合するんだったら短い方が有利だと思ってさ。うるさいわね、ほっといてよ。そんなこと私の勝手でしょ。お姉ちゃん、なんで怒ってたの？どんね。わからない。Il giorno dopo. Capelli corti. Sa, kino no tsuzuki, hajimemasho. Yappari wakaranai. Peter-san. E anche l'emblema di Videl è stato preso. Anche Vegeta e Trunks si stavano preparando in vista del torneo, allenandosi in condizioni estreme nella stanza di gravità aumentata della Capsule Corporation. Muri o suruna, Trunks. Ea kara dete itta hou ga ii. Omae ni kono 150 bai no juryoku wa totemo muri da. Yappari kono mama ja tsurai ya. Super Saiyajin ni naro to. Nani?Cosa? E qua rimane di stucco. Ecco qua. Lakchin, Lakchin! Aiz, Izkara? Giotan, già nai. Densetsu no senshi to iwareta Super Saiyajin ni kou mo assari to. Trunks. Hoi. Son Gohan no otouto mo nareru no ka? Hoi.まるでスーパーサイヤ人のバーゲンセールだな。どうなってやがるんだ。まったく。やっぱりビーデルさんはただものではなく、10日ほどでかなり自由自在に飛べるようになった。
おかげで僕たちはやっと御殿と二人だけで本格的な修行に入ることができた。お父さんもやってくる。天下一武道会の日は近い。Tutto contento che rivede il papà. Boh, non male. Tenkaichi Budokai mo majika ni semari, sorezore no shitsujou yotei senshu tachi wa修行の最後の仕上げに精を出していた。よし。そしていよいよ始まった。本当に久しぶりの天下一武道会が。とうとう天下一武道会の日が来ちゃったな。気合い。武道会も楽しみだけど、お父さんと久しぶりに会えるのはもっと楽しみだな。あれから僕も大きくなったし、驚くだろうな。Allora ragazzi, direi che per oggi possiamo fermarci qui. Abbiamo fatto un bel po' di cose. Gohan ha cominciato ad allenarsi e il giorno del torneo degli arti marziali, dove rivedrà anche Goku, è finalmente arrivato. Ci saranno molti combattimenti e le cose si faranno molto più interessanti e divertenti. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete tanti like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando anche la campanella per essere sempre avvisati sui video che vengono postati sul canale stesso. Qui sotto, come sempre, trovate i link anche ai miei canali social, Instagram, Facebook e il mio canale Twitch. Mi raccomando, followatemi anche lì e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Un abbraccio e un bacio dal vostro Enomis e, come dico sempre, ragazzi, state buoni. Ciao ragazzi, alla prossima.